こんにちは。本日はスタジオであったちょっと怖い話シリーズパート2です。前回ですね、お客さんが取り憑かれてしまった話をしましたけど、今回はですね、そういう話じゃなくて、物が動く系の話なんですか。ある日ですね、僕がスタジオの店員で勤務中に電話が来まして、スタジオに忘れ物をしてしまったと。それでちょっとスタジオの中見てくれないかという電話があってですね、わかりましたと。それでそのスタジオに行ったら、もう次のバンドが練習入ってたんですね。それでこう音が消えた時を見計らってですね、コンコンってノックして、それですいません、ちょっと前のお客さんが忘れ物したみたいなんで見ていいですかって言って入ってったらですね、バンドのメンバーがみんな休憩してですね、真ん中にこうなんか集まってなんかタバコ吸ってたんですよ。それでそしたら急にそのお客さんが、いやさっきすごい怖いことあったんですよって言って、どうしたのって聞いたら、ドラムのとこに誰も座ってなかったのに、今みたいにこうみんなでタバコ真ん中のとこで吸ってて、ドラムのとこに誰もいないのに、ドラムのバスドラが急にドーンって鳴ったんですよ。言って、えってなった瞬間にですね、なんと、掛け時計が上から落ちてきまして、それでみんなのいる目の前で壊れたんですよ。ガシャーンって言ってめっちゃびっくりしまして、なんかだから前回の話の時もそうなんですけど、お客さんから話聞いてえーってなった瞬間に、前回もコンガが倒れたりとか、その時も同じで、誰もいないのにバスラの音がドーンってなってみんなびっくりしたんですよ。っていう瞬間で掛け時計バーンと落ちてきたんで、かなり驚きまして、またかみたいな、そんなことがありました。でもそういう話がですね、結構たくさんあって、あとは夜中に女性の方がですね、ドラムの個人練習で入ってたんですよ。それで出てきて、来たらですね、さっきスタジオに来ましたかって言うんですよ。で、その時間帯ちょうど誰もいなくて、夜中だったこともあるんですけど、誰もいない、もうその女性の方のドラムの個人練習だけだったんですよね。で、スタジオの中は建物の中、僕とその女性の方だけで、それで練習終わったら、さっきスタジオ来ましたとかって言うから、全然行ってないので、いや行ってないですよって言ったら、さっきドアがちょっと開いて、そのバーンって開いたんじゃなくてちょっとだけ開いて、人の髪の毛が見えたっていうんですね。こうやって覗き込もうとしてる感じで、頭だけがこうニョキって出てきて、髪の毛だけ見えたっつって、それでまたヒーってなって、まあその時は別に物とかガシャンとかならなかったんですけど、なんかもうそういう話がですね、たくさんあって、もう足音とかはよくあったんですよ。誰もいないのに2階でコツコツ足音が聞こえた、2階の足音が聞こえたりとか、なんかすごい友達の当時の彼女がですね、友達の彼女がすごい霊感あって、その子がですね、スタジオに何回かその僕の友達の練習を見に、僕も一緒にバンドやってたんで知ってたんですけど、なんかその彼女さんの話によるとですね、なんかそのスタジオの中はとにかくやばいとこがいっぱいあるらしくて、でそれをそこは行っちゃダメだよとかって教えてくれるいい例が
いるみたいで、それがね、なんかその時言ってたのは、うん、あるスタジオに高校生のギタリストの例がいる。その子がすごくいい子で、スタジオの中であんまり近寄っちゃいけないようなところを、そこは行っちゃダメだよって教えてくれるっていうらしいんですよ。でその高校生のギタリストの男の子はいつもあるスタジオにいるんですけど、夜バンドの練習とかだって賑やかになると、今日はどんなバンド帰ってるのかなみたいな感じで、こうあちこち覗きに行ったりしてたみたいなんですけど、で夜中誰もスタジオいなくなってから、そこのスタジオでギターの練習してるっていうらしくて、まあ、その高校生は何が原因で亡くなったのかちょっと覚えてないですけど、なんかとにかく亡くなった例 でそこでなんか夜中に一人で練習してるらしいんですけど、もうとにかくですねすごくて、例が。あと店員で見たのが、掃除機こうやって下見ながらこうやってかけて、こうだんだん前に進んでったら、急に膝から下の足2本立ってるのが見えて、膝から下しか見えないっつって、それでパンツはサラリーマンの履くようなズボン履いてて、それですごいびっくりして腰抜けそうになって帰ったって言ってましたけど、すぐもうそこを後にしてですね、逃げるようにして帰ったらしいんですけど、同じ、多分同じなんですけど、同じその日本足の例をまた別の店員がですね見てましたね。なんか階段を誰かが降りてくる音が聞こえて、あれ誰か降りてきたなと思ったら、その足2本だけが降りてきたって言ってて、それでそれも同じようなサラリーマン風なパンツを履いてるということでしたね。それでまあ他にもたくさんあるんですけど、そんな感じでですね、最近はあんまり聞かないんですけど、スタジオでそういう話、まあ、でも実はあるのかなと思ってますけど、あんまり言わないみたいですね。スタジオでそういうことがあったとかっていうと、怖がってお客さんが来なくなったりすると困るっていうことで、観光令が敷かれてる可能性もありますけど、まあ他のスタジオもですね、話だけはいろいろ聞いたことがありますね。はい、というわけで、夏でもないのに寒い話、寒いのに今今1月、今日も外寒いんですけど、寒いのにまた寒い話、あれですね、寒いけどアイスクリーム食べたいみたいな、そういう感じでですね、今日もちょっとスタジオであった怖い話パート2をしてみました。またなんか面白い話思い出したらパート3もあるかもしれませんけど、というわけでどうもありがとうございました。